持っているそう、大丈夫、いただくぞ。いや、あのね、僕ね、実況で常に、なんなあ、待って、待って、集中待て、集中来た、集中待て、来たぞ、来た、全集中、一回呼吸。プレイヤー部屋です。もちろんプレイヤー部屋でございます、こちら。だから来るはず。一人でもボットはいる。いや、違うか？一人ボットっぽい人いたけど、ここ全員プレイヤー。勝った。引けるかも。ロッカー入ってんね。これロッカー入ってるね、一人。しかし逆に言うと、毒霧が蝕んでるぞ。そのロッカー入ってる人の。来たんじゃないか？これは？ついに？これ来た！さあ、プレイヤーさん、あ、来たぞ、プレイヤー殿。あなたとの戦い。しかし、あなたはガスマスクをもう使ってしまっているということは、周知の事実。よし。オッケー。で、ガスマスクは、僕は残ってる。向こうは、ガスマスクは、もうない。ということは、僕は逃げるだけだ。やったー！よーっしゃー！やったスキンチェンジかよー！やった来たやったよー！あー、ちょっと待ってね。白袋になったよ。みんなちょっと待って、見て。みんな見てほしい。どこだい？フクロウくん？違う。あったー！こま切った。よーし！いやー、長かった。これでコングとフクロウ、ついに、宝箱から入手できるので、おっそばせながら、完全制覇ということで、フクロウ究極進化ありがとうございます。はい、ということで、無事、フクロウを、スキンチェンジすることができました。まあ、どうなんだろう、遅い方、いや、多分遅くないと思うんだよ。この、超激レアスキンのね、宝箱系の、その、色違いって、そんなにまだっていうか、まあ、それはね、もちろんその、強者さん方は、それはまあ、もうみんなスキンチェンジしてるって方多いかもしれないんですけど、多分だって僕結構やってるんですよ。まあ自分で言うのはあれだけどね。その裏作業でもしてるし、その、で、宝箱基本ずっと開けるから、あ、でも、うん、そうだね。うん、結構やってる方だと思うんで、それでも、あんまりコングも、その袋の色違いも見ないので、まあ強者さんとかだとね、本当に最初、もう本当に、出てね、1周年記念かなんか、このプレゼントボックスが出てくる、いっぱい出てくるっていう時期があったんですよ。その時に確かに、いっぱい入手す、なんかしてる人はいたけど、でも、それでもそんなに多分全体的な入手率で言ったら相当低いと思うんですよ。まあ、それを無事、まあ、入手することができたので、まあ、ありがたいかなというか、ようやく、まあ、来たかなっていう感じですね。他の人が持ってないスキンというか、あんまり持ってないよね、これ。いや、これガチで嬉しい。ありがとうございます。待ったネーム危ない。ちょっと待って、落ち着け。さよならさん。多分これ今回、1回だということは多分分かった。2回ではないということが分かりました。今多分毒霧がもう即来たから、あ、分かった。ん？でもこれ今なんか青い、ん？なんか今一瞬毒受けてた気がするんだけど。ガスマスピング No. まあでもいいでしょう。青旗5本はありがたい。そう、今もちょっと今、青旗祭りでね、残り、レッドシャークのみをちょっと狙って引きたいので、頑張ってちょっと引いていきましょうか。いただき、無理か。これ最終地点、あー、なるほど、下か。オッケー。わかりやすい。今回はわかりやすいと思う。残り28人で、最終地点は下のところ。しかし、プレイヤーがいるということは、これガスマスクを入手したとて、
多分回戦勝負になってしまう。しかし私は回戦はすごいいい方なので、回戦勝負になった瞬間私の負けが確定してしまう。これはどうなる、どうするといったところだが、でもこれ最終地点中央じゃないか。中央だとしたらまだ勝機はある。その青鬼が、なんだろう、その中央だとね、結構青鬼との、なんだろう、追いかけっこ対決になったりするから、ここに行くしかない。怖いけど、怖いけどここにいるしかない。ちょっと宝箱、ガスマスクを取らないといけないので、来たぞ、来たぞ、来たぞ、これ。大丈夫か？二人来るとこれ囲まれちゃうんですよね。いや、これ全部取られるかな？無理だね。回線異常に速い人いる。オッケー、取れたけど。あ、あぶね！ちょ、待て。ちょ、待って、違う違う、ワードじゃない、ワードじゃない。もう本当にこのワード。どうしよう、どうしよう。考えろ、考えろ。勇気を出せ。勇気出せ。勇気出せ。大丈夫。勇気出せ。まだ。まだ。まだ。ここじゃない。よし！よっしゃ！オッケー！どうだ！いやー、でも、一人中央にいたな。一人中央にして、オッケー！あぶねえ、今、勇気のストップです。はい、止まることも大切ということを教えれた、多分皆さんに。やばいと思ったら、止まって相手の青鬼の動きを見るという。やった。そして、裏ステージです。はい、まあ今確定なのでね。はい、今裏ステージ確定なので、裏ステージ挑戦まで行きましょうか。まあ、裏ステージはね、石像次第です。はい。石像ステージによって決まるんだけど、あー、わかんないな、これ。まだわかんない。この状況だと、まあ、ここによる。どうだ？石像ステージ、わかんないな。いや、わかんない。残念ながら。うん。いや、これ多分難しい方、あ、いや、大丈夫だ。これは、いや、難しい方か。いや、でも、しかし、これはいける。いける、よし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 。来た。いいぞ。ここで。大丈夫、間に合うようになってる。こっからは、手の動きが異常に遅くなります。ここまで来たら、大丈夫。で、こっからはすごい簡単になるので、あとは青鬼に、わざとやられないようにだけちょっと気をつけていけば、多分大丈夫。ゆっくりになるよね。ゆっくりならない。あれ？なんかさ、一定じゃなくなった気、なんか前まで、半分、途中からスピード逆になったりするんですよ。早かったら後で遅くなるし、で、遅かったら後で早くなるだったんですけど、なんか最近ずっと一定な気がする。修正入ったかな？ということで、じゃあ裏ステージ行きましょうか。まあもちろん裏ステージはね、クリアしないといけないと。はい、私自身思っておりますので、ぜひクリアさせていただきたいと思います。皆様、今から私がこれはクリアする、あなたたちは第一人者となります。よろしくお願いします。さあ行くぞ。頑張れ。頑張れ。自分で言ったな。気持ち悪いな、トラミさん。ちょっと待って。わお！無理だよ、こんなの無理だよ。無理に決まってるじゃないか、こんなのできるわけない。今のなん、どういうことかというのかね。無理だね。今のは無理だ。うん、今のは仕方ない。とりあえず、今のは無理です。はい、諦めましょう。ということで。はい、行きます。はい。まあまあ、今回はね、袋を入手できたというだけで、まあ、なんだろう、まあ、もういいでしょっていう。まあね、無理にね、その裏ステージでね、それは袋を入手した回で、タヌキなんか入手したらね、それはちょっと盛りだくさんなりすぎちゃうっていうね、その、言い訳って言い訳いいと思います。ということで、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。さあ、青旗もガンガン集めていきたいんだけど、またね、青旗中になんか、記念ボックスかなんか出てくると嬉しいんだけど、まあ多分なさそうだよね。一周年、前はね、一周年とクリスマスと、なんだっけ、お正月？クリスマスとお正月かな？そこが被ってたんですよ。だすっごい長かった。長い期間、ボックスがあったんですけど、まあ今回はあんまり特別なイベントとかもないからね。まあ地道に集めていくっていう感じかな。でもさ、青旗の時だけさ、なんかボックスで出てきてほしくないですか？青旗ボックスみたいな感じで、ちょっとそのボックスだけは青旗が必ず出てくるみたいな。ちょっとやっぱり、まあ、旗が溜めづらいかなーっていう思っちゃう。まあでもそれはわがままか。それは単なるわがままだから。まあ、わがままっていうかそうなってくれたら嬉しいなっていう感じですね。うん。あ、なんかそうしてよとかじゃなくて、まあそうだったらもっとね、気持ちいい感じでできるのかなとは。危ないね、これ。これはちょっとやめとこうか、さすがに。もう宝箱、やめとこう。あれは危ない。
ああいうとあれで透明青になってるんですよね、あれ。で、たまになんかよく、その、いきなりパタって何もないとこでやられるっていうのはあれのことですね、多分。透明青にと。いる？いや、止まっ、やぶないよ！怖っ！待て待て、大丈夫だ。落ち着け。こっからぐるっとま、なんか止まってんな、あそこの青にも。全員止まっている。しかし私は多くすることなかれ。どうする？最終地点はおそらく、右端。大丈夫だ。ここでぐるっと回る。そう、大丈夫だ。来るな。もういい。もういい。君とは会いたくないんだ、青鬼くん。ガスマス天狗が一番嬉しいのだが、残念だ。よし。しかし残念だが、その残念さを力に変えていくのが、青鬼実況プレイヤーのトライアン、あーん。ガスマスクよ、来てくれ、頼む。今、私は今、非常にガスマスクが欲しいのだ。ガスマスクが来れば泣いて喜ぼう。しかし、泣いて喜ぶほどの力はない。トライアングル、頼む、何もないよ。待って、どうして、落ち着け、落ち着け。これは、プリキュアパターンか？キラキラ光っている、秘宝、そう。最高のお宝とやらを入手するのが先決か？残念だ、残念。落ち着け。これは逆に言うと、チャンスぞ。他のプレイ、そう、連れてくることによって、プレイヤーがやられる。必然的にキラキラが落ちる。落ちない。残念だ。くそ。とりあえずさっきから残念だしか言ってない。ガスマスのロラスケツ。まあ、ロラスケットも悪くはない。悪くはないんだが、キラキラ星落ちない。落とせ。誰かキラキラ落としてくれ。頼む。いや、私はこっちにいよう。来たよー！大丈夫。落ち着け。やばーす！あ、キラキラ。今、キラキラ取ろうとちょっと焦ったかなぁ。あ、でもチーム内順位999はいい切りなので、まあいいかな。はい。まあということで、今回はありがたいことにね、フクロウの、まあ究極進化、ついに5体目のフクロウを入手して、カラチェンすることができました。本当にありがとうございます。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあお疲れ様です。バイバイ。